長嶋監督にある時ミーティングでこう言われたんですよね。今年のジャイアンツはこの三本柱で行きますと。まずは桑田、そして牧原、そして桑田。三本柱のうち僕は二人いたんですよね。はい。嬉しかったですよね。僕一人で過半数取れたわけですからね。はい。